皆様こんばんにゃということでね、今回ね3周年感謝祭関係、ということでセレクトチケットというのがねみんなもらえたようですね、多分あってると思いますあのさっきツイッター公式のツイッターチェックしてね、ああそんなどこでもらったのかなっていうので、まあ、3周年関係っていうのは分かってたんだけど、ログインボーナスなのか何なのかってとこで、もうあの無条件にねアカウントがある方は全員多分もらえているのかなと思います。こちらをまあ使うってことで、実はね手順というかねどのキャラ取るかとかさっきも個人的には見ているんですが、まあ私がね今から取るところをまあ動画に撮ってね共有しようかなというのが今回の趣旨となっております。でね、どのキャラ取りましょうかっていう話なんだけど、まずキャラのラインナップからいこうかな。ハヤテ人気ありますよね他人事のように言ってるから、あこの人このキャラは取らないんだなってのは分かる人には分かるかもしれない。まあ実際興味ないんですね。なんでござろう、すごい人気ありますよね、うん、割とよく見る。これ基本的に全部あ戦闘職ってやつだね。これは片手剣、あの両手剣で、これ弓、ホーク。風が心地いいな。あこれもう男、おそらく多くの男が一番苦手なタイプの男で、男キャラ。これ私何度か動画で他の動画でも喋ってるけどね、面白いのがね、多くの男性が好きだったり憧れる男性像と、その多くの女性が良しとする男性像っていうのはかなりズレがありますよね。で逆もまたしかりで、世の女性の多くが良しとする女性像と、世の男性の多くが良いものとするいいなって思う女性像が、これまたズレがあるじゃないかと私は思う。で分かりやすい例がどうですかね、例えばそうだね、なんだろう、これあれですよ、全員がそうだとはもちろん言ってなくて、いろいろ人の好みは様々なんだけど、まあ、一般的な平均的な傾向っていうことで話してるんですが、宝塚歌劇団ってありますね。あれあのお客さん、私一回ちょっとネタっていうかね、帝国歌劇団っていうのにねちょっと以前ハマってたことがあってもう20年ぐらい前か、すごいですね。私ネット上で5歳って銘打ってるんだけど、そんな私が20年前にねぐらいにハマってた桜大戦っていうゲームがあってね、まあ名前ぐらい聞いたことあるかもしれないけどね、それにめちゃくちゃハマってて、でそれの元ネタは言うまでもなくね、帝国歌劇団の元ネタは言うまでもなく宝塚歌劇団なわけですよ。っていうところで、まあ一生に一度ぐらいね、まあ有名なものだしね、人生経験として行ってみようかなと思って行ったことがあるんですね。ただね、まあどうでしょう、 99% 女性ですね、お客さん、はい、まあ、いわゆる奥様方みたいな方がほとんどで、ごくたまにその夫婦だったりっていう夫婦風の人はいたんだけど、まあ男はいないですよ。間違っても野郎一人だけで見に来てる人ってのはもう全く皆無ですね。多分何千、千人とか2000人とか見に来てると思って、こうずらーって並んでんですけど、会場前に。あとは会場した後もね、その開幕開演までに時間があるんでこううろつくんだけど、まあ、男はいませんね、係員ぐらいしかね、はい、だから出演者もみんな女性で、お客さんも女性でね、あれはまあ宝塚が好きな男性っていうのももちろんいるとは思いますよ。ただ割合から言えばやはりあれはもう典型的な女性が好きな男性像ですよね。実際演じてるのは女性なんだけど、そうで逆がどうでしょうかね。これもまた何ていうか偏見っていう、偏見はないか、何ていうか一般的な話として言うんだけど、プロレスってありますよね、プロレス。で私プロレスを嫌いじゃないですよ、見るのはね、別にやったりはしないけどねでこれは典型的な男が憧れる男、筋骨隆々みたいなムキムキで汗だくこういうのって多分世の中の多くの全員じゃないけど、うん、プロレスなんかはね女性で好きな方も一定の数いるとは思うんだけど、ただまあ割合で言えばプロレスファンっていうのは圧倒的に多分男性が多いのかなって思うんですよ。まあ、ボクシングとかでもいいですね。ボクシングの会場に行って女性で見に行く人って言ったらまあもう
なんだろうな、このアイドル的に見に行くっていうのはあるかもしれないけど、ただまあ格闘技として好きだっていうのは多分圧倒的に男性だと思うんですよ。なのでね、その男性が良しとする男性像、男性が良しとする女性像、女性が良しとする女性像、女性が良しとする男性像っていうのは全部ずれてるのがね、これなんか今多様性っていう言葉がすごくね、オリンピックなんかもあったりして、なんかいろんなところでキーワードとして語られますけど、面白いですよ。なんか人間のこう元々持ってる一つの本質っていうかね、こう自分と違うものを求めるっていうところがあるのかな。なんだろうね、ちょっとなんでだかは今ちょっとパッとわかんないけど、とりあえず事実としてその男性が好きな男性以下略っていうものが全部ずれてるところはね、なんとも面白いなと思うんだけど、なんでねこんなことを一生懸命喋ったかっていうと、まあ私こうやって典型的にこれ女性が好きな男性なんですよ、うん、それが言いたかったの。はい、でね、次に出すのはこれはまた逆で、多分これ女性はねあまり好きじゃないんじゃないかと思う、うん、でもね、私はねどういうわけだか男性でございましてね、あの一応5歳なんですけどねこれ今やもうめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいんです、堀江由衣大先生ね、もう萌えアイドル声優業界のもうラスボスと言っていいぐらい、もう四半世紀ぐらいこういうねアイドル声優的なことをなさってるんじゃないかと思うんだけど、もうねアイドル声優って言ったら今もう世の中に何人いるんだろうってぐらい、生まれてやけ生まれてやけ、もう無数にねいるんじゃないかって思うんだけどね、そんな中にあってね、その堀江由衣さんとか丹下さくらさんっていうのはある意味ね、まあ始祖とは言わないけどかなりね、まあ、長いですよね。まあその前にもね遡っていくといろんなそういうアイドル声優的な方っていうのはいらっしゃるとは思うんだけど、まあ堀江由衣さんだの丹下さくらさんだのっていうのはね、かなりもはやもう大御所に近いかなと思って、私もねもう堀江由衣さんとか丹下さくらさん超絶大好物でございましてねもうこの声を聞くともうなんていうか理性とかがねもうなくなっちゃうわけで、理性がなくなるって言うとなんか語弊があるけど、もうなんかふにゃふにゃのヘロヘロになっちゃうんですね。可愛いなと、萌え萌えだなということでね、もうこれで私が今回どのキャラ取るかバレちゃった気がするけど、一応全部ラインナップお見せしましょうか。オリビア、どうしたんだ。あ、星水亜美さんはね某バージョンアニメで大変にお世話になりましたよ、はい、のどっちだよね確かね。俺に構わないでいい。あ、これはね男が惚れる男じゃない、ただ取らないけど取らないけど、これはいや、あ、いいね、これいいね、なんか友達になりたいね。あ、これ男が惚れる男ですよ、これいいわ。こういう声出せたらね人生楽しいだろうなと思う。あ何これ、面白いな。あイグニスは人気ありますよね、うん、女性が好きそうですよねイグニスね。だセリフがなんかあーだけだったからちょっと面白かった。何事だ。あ、いいね、これいいと思う。渋いのが好きですよ。あ、でこれは割と大事、これはね声云々ではなくその実用的な意味で、私ね後でまあ今言っちゃおう、あ今言っちゃおう、もうめんどくさいからめんどくさいけど動画長くなっちゃうんでね、星6のこの錬金術は私まだね、ああそうだ、この間2体目取れたんだ、チャカーボが、あ、チャカーボじゃない、ディエミルが取れたんですよ、あのプチコちゃんね、元プチコちゃん、元現役中学生っていうね。なので今2体います。この間まで1体しかいなくてね、その実用的な意味でちょっと弱かったんだけど、一応今アバターと合わせてまあ星5アバターなんで、まあとりあえずは間に合う。俺を試しているのか。あ、これね人気ありますよね読んだか。俺はこっちだよねやっぱな、男が惚れる男で、まあここまで来て、あ、ルビー飛ばしたんじゃないこれ。どうした。あ、いいじゃないですか、ルビーもまあ悪くない。はい、ということでね、やっぱね人気声、みんなこれ人気声優さん起用してるんでね、どの声もみんな魅力的だということあるんだけどね、でそうね、結局その実用面を取るか萌え萌えを取るかって話なんですよ。でこの錬金術は先日取り終えたんだけど、このね料理こちらがね、どうかしたか。うん、これがまだ未だにね1体しかいないんですよ。うん、あの今もわざわざ見せませんけど、なので、その料理を強化するっていう意味では間違いなくこいつを取れば私のラインナップは強化はされるんですよ。ただやっぱり私はねこのゲーム、自分がこれいいな可愛いなって思ったいわゆる萌え系キャラを取っ
って、育てるっていうのがまあ基本にはなってるんで、その観点でいくとね、このね、はい、お待たせしました、ハクちゃんね、私が FLO を一番最初にそのインストールして、さあどのキャラ育てようかっていう最初の段階からずっと欲しかったんですよ。ただ皆さんご存知の通り、課金しないとなかなかねガチャも回せないし、そんな簡単にね星5キャラって取れないですよ。うん、今たまたま3周年で1体あげますよということで、まあ多分新規の方融合しているんだと思うんだけど、私なんかはね正直言って今時点でこのゲームに実装されているキャラでこのキャラ取りたいってのはいないです。はい、強いっていう観点では選んでないので、可愛いかどうか、声とか見た目が可愛いかどうか、まあもっぱら声優さんですかねで選んでいるので、まあ可愛いキャラ縛りというふうに自分では呼んでいるんだけど、そういう観点で言うとね、まあこちらになるのかなと思いますよ。1年越しでね、待ちに待った堀江大先生のね、まあ実はチョコハクちゃんっていうのはもうマックスまで育てていて、今お供してもらってはいるんだけど、このオリジナルハクちゃんね、ずっとね、1年以上欲しかったというところで、あの星屑でも確か取れたはずなんだけど、これもね皆さんご存知の通り、星屑ってのはそのいろんなアイテムに交換できるんで、今ねやはりね星6のね、道具を進化させる玉って赤玉がね、足りないってことで一生懸命集めてる状態なんでね、そうなってくるとねなかなかねハクちゃんまではね手が伸びなかったというところでね、マルチのお誘いいただきましてありがとうございます。先輩あざすということなんですがね、じゃあチョコハクちゃんじゃなくてオリジナルハクちゃんいきましょうか。ポチン、やったー。ちょっと見てこようか。ちょっとスーパーメデルタイムあ、でさっきせっかくの動画なんで、私の今のこの状況をお伝えすると、この料理がね未だにねジョゼットさんしかいないんですよ。うん、あの星5が、で星6はディミエルがね先日お迎えしたんで、あの一応2体おります。はい、まあ、言うまでもなく全部もう完突済みですね。武器から、ね、あの道具からキャラから全部完突済みでございますが、そんな中にあってね、今回いよいよ、オリジナルハクちゃんですか、これボイスが確か違いますよね、オリジナルと新規で。え、私ですか。いやー、いい、非常にいい。これちょっと引き連れたいなこれでもまあキリがないってのはあるけどね。ただね今正直なところね、星5キャラの育成アイテムってのは余りまくってるはずなんですよね。なのでまあこの動画もあのこれで締めますけど、今後もしかしたらね、あのまっさらなハクちゃんをいきなりマックスにしてみたみたいな動画をもしかしたら作るかもしれない。これあのどうだったかな、今見ますよ。育成の時間がかからないんだったらもうこの動画の枠でパーンって上げちゃってもいいんだけどね、弾とかね余ってるはずなんですよね。ほらもう即マックスいけますよ、やろうと思えば。ただまあそうはいえど貴重なアイテム、まあ先日まではねめちゃくちゃ、今ちょっと余りつつあるんだけど、貴重なアイテムなんでね、ここでもう一気化成にバーンっていうのもね、どうかなっていうのもあるしね、うちのチャンネルそんなにネタが潤沢にあるわけではないんでね、まあ小出しにするっていうのもあるかもしれないし、さらにはね動画があんまり長くなっちゃうとね、先日あったんだけど 2,30 分延々喋った後動画がねボスになっちゃったっていうね、ちょっとファイル形式が変な形式になっちゃってね、あの一旦ね編集アプリかませないとあの YouTube に上げられないっていう大惨事あったんでね、あんまり長々は取りすぎないように頑張りたいので、まあそういうね、いろんな要素を考えるとね、ちょっとここは、うん、そう、これ見ていただいて分かる通りね、で、まあ、訂正レディック今、81しかないけど、これもういくらでも増やせますよ。いくらでも無限ではないけどね、まあ、多分300、500ぐらいが増えると思う。プラチナストーン山ほどあるんで。で、レディックレフリカなんかもね、先日まではもう全然足んなかったんですけどね、今もう、星5キャラの育成ってしてないので、もうこんな感じですね。まあ、極みは全然足りないですけどね。はい、というところで、ちょっとこれ多分、もう最近このあのカンカンするキャラ育成自体やってなかったんで忘れてたけど、確かこれ EV マックスにするのって割とそれだけでもね動画何本も撮れちゃうぐらいね時間かかるはずなんですよ。ということなので今回はまあセレクトチケットを使ってね、1年越しでね、オリジナルハクちゃん撮りましたよということをお伝えして締めたいかなと思います。今回の動画は以上とさせていただきます。それでは皆さん、ちょっと待って、最後この人出演してもらってもいいでしょうか。もういいね、あ、いいね、いいね、あ、モーションは一緒なんだね。もうチョコハクちゃんでこのモーション1000回ぐらい見てるから、もう頭にね、焼き付いてますね。なるほど。
はい、ということでした。それでは皆さん、良いファンタジーライフを、良い3周年をお過ごしください。